皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきます。前回炎の神獣を倒して、でちょっと炎の神獣のところと水の神獣のところ、宝箱多分回収してないところがあるなと思い、まあ、一応この2つね、宝箱回収をしました。で手に入れたものがこんな感じになります。さらに思ったのが、ちょっと各地のダンジョン巡って、あのハテナハテナハテナの種を回収してクラスチェンジをしてから、まあ、他の神獣を倒していこうかなと思ってます。で多分ハテナハテナハテナの種は、まあ、仮にですけど各ダンジョンに1つ置いてあったとして、まあ、8個で、まあ、種を植えて何が出てくるかはランダムなんで、まあ、最悪デュランは闇闇に進みたいで、デュランの闇闇だけは確定させて、まあ、他のねアンジェラとシャルロットは、手に入れた種で、まあ、クラスチェンジをしていこうと思います。で、まあ、種の判定がねどこで決まるのかよくわかんないんですけど、もし全部回収してデュランのね闇闇闇闇の実、ワンピースよくわかんないけど闇闇の実が出なかったら、ちょっとまたこっからやり直すというようなところで、まずは種回収からしていきたいと思います。パカ29436 なんだ半端な数だな。月の神獣のリング、よし。ここ普通に落ちるんだけど、サボテンくんがいる。回収しておこう。これもお、これ次のご褒美きた。いいね、たまに経験値2倍。たまにの確率がどれくらいなんだろう。ガチャ、お、来た来た来た、はてなはてなはてなの種。よし、じゃあこれでここは撤退しますか。サボテンくん、バトルからの逃走時間半分、これはいいや、逃げないし。で宝箱、天使の聖杯、またサボテンくんがいる。しかも後ろ向いてるし。これも5個、基本5個ずつか。宝箱3200円。お金も結構たまってきたんじゃない。ガチャ、お、土の神獣のリング、ガスが出てくる。銀色のアイテム5個。ガチャ、おお、回収、帰ろう。いらっしゃいにゃ。とりあえずアイテムを買おう。アイテムとか武器、あれ、これ武器は買ったんだっけ。あと防具か。じゃあまた来てくれよにゃ。いらっしゃいま。武器が強くても、で防具を買えばいいのか。なかなかの品だな。売らないでやろう。きっとお役にいい買い物したわ。3で、頭がいくらくらいするんだ。なんでこれ1000円とさ6000円とか全然違うんだけど。なぜ。でも1万2000円しかないから買えない。またお越しください。宝箱、金色のアイテムの種、ガチャ、金色のアイテムの種、ガチャ、金色のアイテム、ガチャ、光の神獣のリング、ガッチャ、天使の聖杯、サボテンくん、結構見つけたね。ガチャ2500円、サボテンくん、あと1回、ガチャ、お、はてなはてなはてなの種。じゃあ帰ろう。なんかとりあえず4つある、これを植えよう。
ってなんかやり直すとか言ったけど正直めんどくさすぎるんで、もうこの中から選ぶしかない。奥義の書、秘伝の書、もはや誰のやつだか分かんねえんだけど、検証の証、これデュランっぽいよね。聖水の小瓶、あれ聖水の小瓶とか持ってなかったっけ、かぶる可能性もあるからね。ちょっと種はまだいいや。アイテムを確認しよう。あ、でもかぶってはないか。塩の小瓶と聖水の小瓶、これどっちもいけるね。あ、アンジェラもこれどっちもいけるね。ってことはデュラン、ソードマスター、あれソードマスター闇じゃね、闇闇の実を手に入れた可能性がある。よし、これでもうクラスチェンジしちゃおう。じゃあ聖域へ行きましょう。じゃあクラスチェンジ行きましょう。誰がクラスチェンジするの？デュランから。さあクラスチェンジできるかやってみましょう。クラスチェンジ、げソードマスターとか光じゃねえかよ。デュエリストになりたかったけどな。ファイター系の中でも屈指の攻撃力を測る超攻撃型のクラス。こっちにして、ソードマスターはあれか、セイバー系か、テクニカルな攻撃型クラス。いやマジデュエリストになりて。どうする、武器の性能 15% アップ、撃破時攻撃力アップを得る、大地噴出剣、真空剣。めんどくせえからソードマスターにしようかな。じゃあちょっと不本意ながら、不本意ながらアイテムが手に入らなかったんでソードマスターにしましょう。はい、リセットできるからね、ちょっとすぐできるのかよくわかんないけど。ソードマスター、新しくできるようになりました真空剣でしょ、マル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 三角で 400% のアビリティ2つで、育成ポイントから解放できるアビリティが増えましたと。じゃあ次、あれ誰がクラスチェンジするの？ちょっとシャルロットはね、光光に行きたいんでそのままやっちゃいます。まあ、一応闇も見るけどね。やってみましょう。ビショップ、セージ。プロテクション、被ダメージ 10% の確率で無効果がすごいね。魔法による被ダメージ、魔法攻撃力、魔法防御力アップの効果、ハリセンチョップとか、まあこれはいいや。回復を得意とするサポート型、多彩な回復能力。回復状態上、セイバー系でしょ？ちょっとビショップでしょ、ここは。光光。アンジェラも両方見れるからね。アンジェラがちょっと悩みどころなんだよね。まあ、説明文見ながら。いきますか。でビショップになったんでハリセンチョップ400、これ辺は一緒。誰がクラスチェンジするの？じゃあアンジェラ。さあクラスチェンジできるかやってみましょう。アンジェラってそもそもどっちに進んだんだっけ、それすら覚えてない。アンジェラはグランデビナアークメイジ、今どっちだ俺わからん。クラスの特徴、広範囲魔法を覚える攻撃型クラス、魔法の威力を高めるアビリティを習得でき多くの敵をまとめて殲滅。あ、雑魚戦とかに超便利そうだね。多彩な属性攻撃魔法、相手の属性を見極めて使いこなす。あーなるほど、弱点はつけるよみたいな。特化型だったら多分アーキメージの方が強そうだね。バトル勝利時マジックパー 15% 回復、超よくねこれ。ヒットポイント 10% になったときマジックパワー 40% 回復。 10% がそうそうないからな。これグランデビナの方が汎用性は高そう。スパイラルロッド、
広範囲ダメージ、ダンシングロッド、敵単体か。あ、火力は高そう。火力はアークメイジの方が高そうだけど、そうだね、ちょっと汎用性を持たせて光へ進みますか。グランデビーナいきます。あとちょっとアビリティを見てみましょう。じゃあちょっと育成画面、アタックセイバーに、こう、なんだこれ、こう、こうの型、バトル中攻撃力40%、防御力40%ダウン、肉を切らせて骨を断つ、そんな感じだな。力10で、守りは、まあ守りが上がっていく。守りの型、これどうなの、 40% アップ 40% ダウンって、あ、これアビリティだからつけなきゃいけないのか。多分両方はつけらんないね、普通に考えて。まあ、両方つけたとしても意味がないからね。で、全く進んでない。こっち。ちょっと待って。こうか。半減特攻。半減属性。与えるダメージ 150% アップ。どういうこと？半減するけど、半減を半分ダメージアップするよ。結局 75% のダメージが当たるってこと？よくわかんねえ。弱点特攻オール。味方全員弱点属性ダメージ 8% か。こう、また微妙な数字をついてくるね。いや、絶対欲しいじゃんみたいな数字じゃなく、なんかあったら便利そうみたいな。これちょっと慣れなくて、また変えちゃうんだけど。で、守り、知性、あれ？知性。で、精神。がプラスされて、ダイヤセイバープラス全員か。撃破マジックパワ ー、まあ、デュランはそんなにマジックパワー使う方じゃないからね。リーフセイバーマジックパワー吸収、ムーンセイバーヒットポイント吸収、ここまでいけんのか。通常の4属性に加えてリーフセイバーとムーンセイバーを覚えることができるようになった。で、うん、集中、クリティカル発生率 25% か。 25% いいよねっていう。一戦クリティカル発生時当たるダメージ 30%、 これもいいね。なるほど、ここら辺で結構いいのが出始めてきたな。でも何も使ってないからね。一応全ポイントを使えば30までいけるけど、ちょっと他のキャラ、エクスプロードプラス、つわもの強者、ボス以外への与えるダメージ 20% アップね。なるほどね。はいはいはい。ダースクエクスペルフィールドはいいや。守りはちょっといらなそうだな。魔法だけ覚えて、さよならって感じ。で、知性。ワン、メガスプラッシュ、リミットブレイク。魔法の与えるために25%か。25% は強いよな。ダブルスペル。精霊合体魔法で。え、これ何これ？強くね？メガスプラッシュプラスで、だって200でしょ、威力。450あるよ、これ。え、これどういうこと？まあ、専用の、魔法ってことかな。精神、セイントビーム、非ダメージ 20% か。精神はまあいいかな。で、運、クリティカル、あ、だけだね。まあ、魔法はただどうだろうな、プラスとかも覚えたい気はするけど、いかんせんちょっとポイントを使いすぎてるからね。これは欲しい。27ポイント、どこまでいける？大して育ってないよね。アブソーブ2とか。強攻撃ヒット時2か。強攻撃連打すれば結構いいかもしれないけど。これは普通に欲しいなーっていう感じ。で、シャルロットは、アタックセーバー2は？セーバー魔法。効果ダメージ 25% か。これなんかデュランとちょっと被ってるね。毎回。で、ここら辺はいらないな。いらない。ちょっと守りはいらない。で、知性。回復限界突破。最大ヒットポイントを 30% 超えて回復。どういうこと？ヒット
ットポイント自動回復オール、10秒ごとに味方全員のヒットポイントを 1% 回復、え、結構良くない？10秒ごとに 1% っていうのがあれだけど、ボス戦になったら結構長いからね。だから1分で 6% か、どうだろうな、 1% か 2% とかだったらな、ちょっと悩みどころだな。で、ここまたセイバー系？セイントセイバーがあるね。SP8% 増加か、これも悪くないな。マジックシールド、味方への魔法ダメージ半減、ターンアンデッド、アンデッドの敵に無属性ダメージ、自分よりレベルが低ければ一定確率で即死。あ、ここはちょっと精神鍛えていこう。セイントセイバーまでは確実に覚えるけど、ヒール SP も覚えたい。で、これはもう普通に覚えたい。シャルロット大して使ってないからな。で、運、奇跡 50% 以上、あー、なるほどね、 50% か、かなりだな。キュアヒール、魔法でのヒットポイント回復時 75% 状態上回復、いらないな、これはちょっと。運はやっぱりちょっといらない。アタックセーバーもな、悪くなさそうなんだけどな。8アップか、まあ、ただシャルロットに関しては知性と精神にこう曲振りしちゃって良さそうだね。よし、じゃあちょっとシャルロットはまずセイントセイバーとか欲しいから、はい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 、ヒール SP、 いや、マジックシールドもいくか。あ、これで33で全解放、一旦これ解放しよう。はいはいはい、でちょっとアビリティバトルやって、知性も触れるだけ振っちゃおう。33、いや27から33はちょっときついな。27で一旦止めておこう。ポイント少し残しておきます。いや、いいね、これ回復限界突破がちょっと分かんないけど、その使い道が。で、デュランはアタックセーバーが被ってんだよね。デュランは自分でアタックセーバーかけりゃいいんじゃねっていう。攻撃力特化させるか。ちょっと光に進んでしまったからな。力、はい。で、攻撃の方、防御力 40% ダウンってちょっと怖いけどね。で、守りは今のところ、いや、ヒットポイントプラス20とか今更言われてもなっていう感じだからね。で、精神を少し上げていきますか。ポイントが足んない。一応サンダーセイバー、ダイヤセイバープラスまでいきますか。はい、全部使い切っちゃおう。で、アンジェラはまあこのまま攻撃を鍛えて、どこまでいける？足りねえ強者までいけないんだけど、使い切ろう。っていうかさ、炎を手に入れたけどさ、もう水の真珠とか倒したんだよね。まあいいや、よし、という感じで、ボスをちょっとせめて1体倒しましょう。ここまででどれくらい時間かかってるか、ちょっと動画編集しないと分かんないけど。じゃあ、つくよみの塔ですね、ここの真珠を倒していきましょう。ここは塔を登っていくだけなんで、そんなに複雑な感じはしないのと、あと獣人がね、そんなに防御力高くないんで、割とね、サクサク倒していけた印象がある。種集めの時に、で、さらにクラスチェンジをしているので、こっち使ってみようか。早速、間違えた、呪文辞儀使っちゃったよ。じゃあ呪文辞儀も結構強くねえか。肩がついた。で、しかも階段のところね、印つけてくれてるから割と行きやすい。あ、じゃあここ使おう。真空剣、油断するなよ。扇風剣の強化バージョンっていう感じだね、見た目的に。あと攻撃が4回目かな、これ。回転切りっていうの、なんていうの、
どれくらい強いのかはちょっといまいちよくわかんない。あとはここの月の神獣がねどれだけ強いかっていうのがちょっと、バトルスタートになってないから。どれくらい当たるんだ。ちょっと癖であれが出ちゃう。広範囲攻撃が1234の攻撃1234これ 1,2,3 間違えた1,2,3,4 のこれ 600? いやそんなわけない。それピンク台風だよね今。ちょ、わかんねえや。絶対打ちにされてるし。そろそろレベルも上がりそうだ。技ポイントをだから貯めておきたいんだよね。1,2,3,4ほい。え、でもそんな当たってるぞだけ。ダメだ、ダメージが分かんない。よし、レベルアップ。これクラスチェンジしたからめっちゃ楽な気がする。ほい、え、本当に900とか当たる。1,2,3,4ほい、え、すげえ火力が段違いなんだけど。これはこのままガンガン進んでいけるな。クラスチェンジしといてよかった。戦闘が楽そうだ。消えろ。これ300使うからね。ってか最後の決めをやる前に勝負が決まる。それほどまでの威力があるのか。真空拳貯めるのが大変。ほら消えろ。強いマジで。基礎攻撃力も上がってるかな。なんかそんな感じがする。まあ登っていくだけじゃなくてたまには降りながら。これも強くなってるかな。500強いぞ。1,2,3,4ほい740。及びでないな。ここに壺があった。回復していこう。アンジェラが結構技使ってんのかな。蹴りを繰り広げている。あ、やっぱ使ってるな。わずかだこれ2029とか絶対うちだな。ここまで来たらなんか取っといてほしいね。技ポイント。やばい、失礼。ニューゲートもね多段ヒットするから。でメガリゾーがこっちの方にあるんだけど、種ここで手に入れて撤退しちゃったんだよね。ここまですげえ早く来たな。せんとか。でこう来て守っている。無駄だ。一網打尽。消えろ。あ、これはなんかやらせはせん。やらせはせんよ。随分高い塔だな。トレーニングには持ってこいだ。で回復して行こう先へ。もうボスでしょうどう考えても。全 400% あるね。これは速攻で使っていこう。壺がいっぱいある。わろ、このまま戦闘か。ちょっと待って、痛い。ドラ
接近するのかな。スパイラルドット使ってるし、頑張れ頑張れ。2600、ちょっとかなりカメラが遠いな。当たってる、あ、まだ当たってる。うわ、シャルロット行くぜ、ハリセンチョップ。え、待って待って待って、外れてる。ちょっと見えねえんだけど。あ、1954、なんか溜めてんな、無駄だ。いや強い、マジでクラスチェンジ強えぞ。あと溜めてこれ壊して、え、なんだ、それ倒そう。ほら一気に削る、無駄だな。そのまま寝てろ。ダイヤミサイル使ってんね。これだって700とかあったのかな。ムーンセーバーなんて無駄だよ。ほら、お、なんだ、あ、また吐き出したか。無駄なことをする。あ、あ、あ、間に合わなかった。うっ、やっべ。油断しすぎた。ちょ、待って、回復させて真空剣使って終わらせよう。ヒールライト、うわっ、また見つける。これどうすればかわせ、あ、ジャンプか。ジャンプ、ちょ、待って、ティンクルレイン、なんだ、何を食らったんだ。あ、なんか吐き出そうとしてた。当たんね、ここ。おお、かわすね。あっ、かわせなかった。悲しい。くそ、ここに来てダメージが通らないから。ボディチェンジ、フラス、え、なんだなんだなんだ、何が起こった。攻撃が本当わかんないんだけど、俺の悲しい攻撃が。あれ、グラビトンブレスって、逃げろ。なんかあと魔法やって終わりそうだな、アンジェラが。シャルロット一応なんとか間に合ったな、ヒールライトが。はっ、ここ、え、わかんねえ。ちょっと待って、使ってみよう、真空剣。当たるかな。あ、当たるわ。遠距離攻撃だから当たってるわ。死んでるし、シャルロット、よく見たら。いや、でもクラス3マジで強えわこれ。もうレベル50になってる。とりあえず壺を割ってこう。技ゲージが回復できるからね。よし、オッケー。というわけで、いや、やっぱ強いね、クラス3は。普通に基礎攻撃力とかも上がってるんで、まあ、そもそも種集めるのにね、結構レベルも上がったからね、まあ、そういうのも相まって、かなり戦力強化できたんで、まあ、次回からはちょっと神獣2体ずつくらい倒していければと、思ってます。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。